が清水勇気対石崎恋之助の対戦です。石崎選手は先ほど下段回し蹴りで足を痛めましたから、はい、ここはどうでしょうか。ちょっとダメージも気になるところですが、はい、この3位決定戦に臨んでいます。前に出ていく石崎、清水は西村に対して準決勝ちょっと手数が出せないまま、ね、はい、判定で敗れました。ちょっともう踏ん張りが効かないような感じですね、石崎選手。その中でどう戦うか。やはり石崎足にダメージがまだ、そうですね、清水選手はまあそこだけを狙うのではなく落ち着いてまあ攻めてますね、はい、石崎少し前に出る。清水は、うん、膝からの下段蹴り、膝を飛ばす中段の膝蹴り、少し膝蹴りを対応してきています、はい、清水遠間から膝で飛び込んで下段につないでますね、はい、今度は右の下段、石崎はどうかと開くか、うん、足掛けに来ましたが、ここも足掛けは認められず、残り1分、石崎はどう、あっと、ました、ダメージがある、ダメージがある、清水前に出られるか、石崎なんとか踏ん張っています。さつきで前に出る、石崎はどう反撃していくか、残り30秒、ギラギリ、清水の懸念切り、石崎引いている、石崎選手も効いてるんですけども、なんとか踏ん張ってますね、はい、あとは攻撃につなげられるか、石崎、清水落ち着いた、ギラギリ、あーダメージがある、あここで技ありだ、はい、向かい合って、はい、白1、3、4、5、下段回し蹴り、技あり、下段の回し蹴りで技ありを取ったところで本戦終了。白4本、そして主審も白、5対0で3位は清水勇気ということになりました。優勢勝ちです。男子の部第3位は清水勇気選手に決定しました。審判交代します。少年にレイ、待て、レイ、待て、人がレイ、落ち着く。